はい、坂本です。今回は寝たっきりになりたくなければなぜ足パカ運動をしてほしいのかということと、実際にやり方っていうのを実践していきます。この足パカ運動というのはですね、股関節のですね、特にこの外側に開く動きっていうのをしっかり出していくための運動になります。なぜそこが寝たっきりに大切なのかというと、股関節っていうのはですね、そもそも足のですね、付け根の部分、始まりの部分になります。結局足の筋力がどんだけあろうと、この始まりの部分の股関節がしっかり動かせない人っていうのは、筋力があってもその筋力を正常に発揮できなくなったり、何より股関節が正常に動かないせいで足に無駄な負担がかかるようになり、その結果足を痛めて動けなくなるっていうことも起こるんですね。そんな大切な股関節なんですが、この股関節を正常に動かせなくなっていく人で、特に多いのが、まず股関節の前後の動きが悪くなっていく人ですね。足を前に出す、後ろに出すですね。つまり動きで言うと歩幅が狭くなるっていうことです。これもすごく大事なんですが、今回ですね、特にお伝えしたいのはそのうちの一つ、どういった動きの中でもう一つ大切で、よく足が悪くなってしまう人に起こる股関節が内側に入っていくっていうことなんですね。内股とかって言ったりもしますね。これは足を広げてはいけないとか、足を閉じているのが正しいって考えている人が多いので、そのような立ち方、歩き方になっている人っていうのが多いんですが、実際はこの足を閉じることのメリットっていうのは、周りから見てあの人なんか立ち方とか歩き方綺麗やなっていう風に見えるっていうことのみです。それ以外は体にとって何一ついいことがない。いいことがないだけならまだしも、デメリットしかない股関節の動かし方になってしまうんですね。そもそも股関節っていうのは骨盤の横についてるんですね。骨盤がこうあって、その横についてます。この状態からですね、足を閉じてくっつけるっていう行動は、まっすぐではなく足が内側に入っている状態になるんですね。なのでこの立ち方、歩き方をしている人っていうのは、重心っていうのもずれていきます。重心がずれると足にかかってくる力っていうのも変わってくるので、本来メインで体重を支える場所じゃない筋肉に負荷がかかるようになっていきます。そのような状態で何年も何十年も過ごしていると、故障するリスクっていうのが高くなっていくんですね。そしてさらにですね、その結果足の筋力のバランスっていうのも狂っていってしまいます。先ほどお伝えしたように、本来メインで体重を支えるはずの足の筋肉に重心がずれてしまうせいで、負荷があまりかからなくなってしまうので、例えばウォーキングとか頑張っていたとしても、メインの筋肉にはまともに負荷がかからないので、どんどん弱っていったりします。そしてその分重心がずれてしまって、メインではない筋肉の方に負荷がどんどんかかっていくので、別の筋肉っていうのは疲労がずっと溜まり続けて、そこが痛みにつながっていくというわけなんですね。でさらに、足を自分でこういうふうにギュッと閉じているわけですから、この股関節周りにある筋肉っていうのはですね、常にこういうふうに内方向にですね、縮める力っていうのが発生し続けてしまうわけなんですね。で、これは最初は意識して足をこういう風に閉じてる人も、これ長年やってると無意識でもこの状態ってできるようになってくるんですね。あれはなんでかっていうとですね、もう足の内側に力をこうギュッと入れてしまうっていう、この動作が当たり前になってしまっているっていうのが一つと、もう一つはですね、長年そういう風にギュッと内側の筋肉を縮めて固めているわけですから、ここが固まってしまって伸びなくなってしまってる。なので仮に力を抜いたとしても、ここは伸びないので、このままでキープされてしまう。この二つの要素が組み合わさって最終的に無意識でも股関節っていうのはこういう風に内へ内へ入っていくようになってしまいます。この状態まで行ってしまうと、今度は足を開いて動こうとすると逆に動きづらく感じてしまうんですね。なのでそのまま姿勢を変えずに過ごしてしまいがちなんですが、実はそれは破滅への道でしかないので、今からですね、正しい足の広げ方っていうのを知り、そしてしっかり股関節を開けるようにですね、まず調子しないためにウォーミングアップをして温めてから足を広げるトレーニングっていうのを実践していきましょう。はい、じゃあですね、まず正しい股関節の開き方なんですけれども、先ほども言ったように股関節っていうのはこの骨盤の横、ここら辺についてます。なんでこっからまっすぐですね、下に降りるのが足っていうのはまっすぐなんですね。でもこういう風にみんな大体閉じているんですよ。これってまっすぐではなくて斜めなんですね。内側に入ってるんですね。この状態で立って歩いてる人ってむっちゃ多いんですよ。こうなると関係ないところに体重がかかっていくので、まずここをですね、しっかり生活の中で直していかないといけないです。なのでですね、足っていうのはですね、最低でもここですね、この位置、この足の付け根からまっすぐ降りる位置ですね、ここまでは最低開くようにしてください。だいたいですね、肩幅ぐらいの位置になると思います。立つときはまずこの最低限肩幅ぐらいですね、これぐらいに開くっていうのを
をしっかり意識してほしいんですね。でもう一つなんですけれども、足の指の向きですね。今軽く斜め外を向いてるんですけれども、これを閉じるとつま先っていうのはまっすぐになります。で開くとつま先っていうのが外を向くようになります。これは力を抜いて足を閉じる開くをすれば誰でもそうなります。もっと開けばもっとつま先っていうのは外を向きます。このようにですね、つま先の向きを自然の流れに任せて開いてください。こうやって開いたらある程度外を向いているのに、それをこういう風にまっすぐにする人っていうのが結構多いんですよ。これはやらないでください。これをまっすぐにした瞬間、内側にねじれていく力っていうのがかかってしまいます。なので大切なのは最低でも肩幅ぐらいに開く。でその時につま先が外を向いた分、それはもうそのまま絶対に戻さないということです。この2点絶対意識してください。で歩く時なんですけど、歩く時もこんな風にですね、足を内に入れて歩こうとする人が多いんですけど、これもダメです。こういう風にですね、肩幅ほど開く必要はないですが、こういう風に閉じないようにして拳ですね、だいたい1個分ぐらいですね、ここに隙間ができるぐらい開けてもらって、でもちろんつま先の向きもさっきと同じで外に向いた分はもうそのままにして、そのまんま足を出して歩く、このような歩き方をしてください。こうすることで内側にこういう風にですね、関節が入っていく動きっていうのが生活の中でなくなっていくんで、まずはこの2つですね、本の部分になるんで、しっかり意識していってください。ではですね、これを踏まえた上で今からウォーミングアップっていうのをやっていきたいと思います。じゃあですね、まず壁にこういう風にもたれかかってもらってですね、最初は片方の足どちらからでも構わないので、足を少しこういう風に前に出して、でですね、足をこういう風に左右に振っていきます。で特にこの外に振るときにですね、少し大きくこういう風に振ってください。ただし上半身がこんな風にあんまり動かないように、ある程度反動をつけてこういう風に振ってもらって構わないです。その時に多少上半身が動くのは構わないですが、あまりにもここまでですね、いかないように注意して30秒左右ですね、今からやっていきましょう。はい、こういう風にですね、特に外ですね、大きく動かしてください。この時にですね、足の力はもうできるだけダラーンと抜いてください。力でやるんじゃなくてですね、こう振るこの勢いでですね、動かしてください。はい、 OK です。はい、じゃあ次反対ですね、反対の足も同じように30秒いきましょう。足の指先までね、力抜いてくださいね。できるだけもうダラーンとする意識で、勢いで振っていきます。無理はしなくていいですからね、開くのがここら辺ぐらいまでが限界だったらここら辺ぐらいまでで構わないですよ。はい、 OK です。はい、じゃあですね、しっかりウォーミングアップができたので、次はですね、はい、このように床に寝転がってもらって、足を揃えて膝を曲げてください。でこの状態ですね、足をこういう風に開いていくんですが、この時にですね、この足ですね、この足の足首から下は離さないでくっつけたまま、この足だけをこういう風に開いていきます。で閉じるですね、これを30秒です。でこれでは肩が弱いっていう人は手をですね、さらにここに置いて、こうやって上げるときに自分の手でですね、下に押す、これに抵抗しながら上げていく、これで30秒ですね。これでさらに負荷が強くできるので、今からどちらの方法でもいいので、自分に合ったやり方でですね、30秒いきましょう。はい、ここにですね、刺激を感じてください。ぐーっと足を開いていきます。股関節を反対側に動かしていきます。ここはですね、こういう風に外れないように注意してくださいね。足首から下はくっつけましょう。はい、 OK です。はい、じゃあ次反対側ですね、反対側も同じような体勢にしてもらって、で30秒ですね、いきましょう。はい、手で押せる人はですね、しっかり手でですね、こう下側に押してください。そうすることでより効果っていうのが高くなります。無理な人はなしで、こういう風にですね、やってください。はい、 OK です。
はい、今回のですね、基本的な足の開き方っていうのを日常生活で意識してもらうのと合わせて、このトレーニングっていうのをやってもらうことで、股関節のこの開きっていうのが良くなっていきます。今回の動画を参考にして、これからの健康な体作りに役立てていってください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。